そうね。こちらに攻めてくるぐらいだ。話し合う気はもうとない。私たち、セカマキちゃんを守りたいんです。だから、知ってることを教えてください。そうだな、唯一教えられるとすれば、その子を守りたいならそのまま去ることだ。化け物がいきなり。この数は尋常じゃない。お互い争っている場合ではなさそうだぞ。どうする？君たち次第だ。一時休戦させて、まずは化け物を倒さないと。化け物の奇襲を受けて味方が混乱しているみたい。まずはみんなの救援を優先しましょう。戦わせろ。敵将討ち取った。私にやられたいの？これで満足。こんなところで邪魔されるなんてね。なかなか刹那さんの思い通りにはならないもんだな。天下への道は険しくてよ、致し方あるね。玉木は本当に胸を痛めている。なぜ刹那は彼女と戦う？奴の本心が知りたい。ごめんなさい、私からは何も言えない。でも、ただ見守るだけが優しさじゃないわ。協力してくれてありがとう、猫殿。猫殿ではない、わしは織田信長ぞ。私が出ましょう。これでやはり私でなくては。承知した。私が守るから。まったく、敵
気だったのに切り替え早いね。でもなんかいいな、君のそういうところ。敵将打ち取った。出たとこ勝負。私にやられたいの？これで満足？来てやったぞ。上場の戦果ね。力をお見せしましょう。耐えられる？なんとかしなければ。来たぜ。すまない、油断していたようだ。私にやられたいの？これで満足？いざ参る。敵の拠点は奪った。今のうちに周りの巻き物を倒しなよ。敵将撃ち取った。やはり私でも。よくやった。そのまま行け。私にやられたいの？これで満足？俺にも戦わせろ。ありがとう。あなたたちのおかげで味方を助けられた。刹那さんのところへ案内するわ。彼がどうするかは私にもわからない。いい流れね。
私が出ましょう。私が真の三国無双よ。やるな、眩しいじゃねえか。おい、待ってたぜ。以前戦う私にやられたいの？これで満足だった時、刹那殿は玉城殿を本気で攻撃していなかった。それにあなたの仲間が言ったわ。刹那殿は玉城殿を大切に思っているって。大切だからこそやらねばならないことがある。あなたの知っていることを教えて。場合によってはあなたの味方になってもいい。そういう話は俺を倒してからにしてほしいね、美しい英雄さん。敵将打ち取った。なるほど、この力が手に入れば心強い。分かった、あなたたちに全てを話そう。